2階保安検査場より見た、チェックインカウンタートロムソ空港は、ノルウェー北部の都市トロムソにある空港である。トロムソイヤ島の西側、トロムソの中心市街から北西 3km の距離に位置している。トロムソ以外にもトロムス県の北部、中央部への最寄りの空港となる。ノルウェー北部地方で最大の空港であり、フィンマルク県各地及び、 スバールバル諸島の空港に対してのハブとなっている。定期便は、ほとんどが国内線だが、イギリス、ロシアへの国際線も就航している。1964年9月14日に開港。1930年代より、トロムソとオスロなどとの間に、定期便があったが、トロムソ空港の開港以前は、水蒸気で運航されていた。1974年に、 デハビランドカナダの短距離離着陸機 DHC-6 を利用したフィンマルク県への航空ネットワークが開かれ、そのハブ空港として機能するようになった。最初のターミナルは1977年に線形のターミナルに改築され、現在でも一部利用されている。現在のターミナルは1998年に空港全体の拡張近代化に合わせて建てられ、 新しい管制塔と、初めて、ボーディングブリッジが備わっている。この拡張により、空港へのアクセス道路は滑走路端部をくぐる、トンネルを通るようになった。トロムソ空港は、トロムソの中心市街まで自動車で10分ほどと、至近である。タクシーを利用する場合は150クローネほど。中心市街までのフリーブス線が1時間に1から2便、ある。 空港と市街の間は直行し、市街で数カ所の停留所に泊まる。所要時間は20分ほど。また平日には1日3便トロムソ大学行きのフリー物線があり、所要時間は15分ほどである。運賃は均一55クローネで、子供は半額往復割引や団体割引もある。 路線バスは40番と42番が空港を経由し、1時間に2から3便ある。1人26クローネで25分ほどかかる。いずれもコモナー車による運行。空港に近接して、バスターミナル、ショッピングセンター、ホテルなどがある。ありがとうございます。